動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ボック TM トーク番映編、今回は12月25日日曜日に行われます番映ダービーについて展望してまいりたいと思います。いつもの3人です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ダービーという名前ですので、まあ、やっぱりサラブレッドと一緒で3歳馬の、まあ、G1 というポジショニングですけど、まあ、ここはやっぱり最大目標という形になるんですか。3歳馬は、うん、でさんね、みんなここ目標にね、うん、調整してきてるはずです、はい、大商店から菊花賞を経てここと、ね、そうですね、はい、ということで、今回の出走馬は9頭なんですけれども、どっちからいきましょう。稲本ちゃんからいきましょうか。本命なんですか。はい、鶴井天竜にしました。はい、なんででしょう。やっぱ前走の菊花賞の勝ち方が強かったので、はい、はい、でまあ今回も定量戦で金量差がないので、うん、はい、前走の、まあ、走ってる勝ちっぷり見たら、うん、ここでも勝てると思いました。30キロ増えても大丈夫と、はいはい、この馬に関しては生駒さんはどういう評価でしょうか。まあね、菊花賞が強かったんでね、はい、で30キロの増量分もね、雪が降って軽くなってるんでね、はい、対応できるんではないかなと。ただね、菊花賞出し抜いたみたいな感じだったんでね、今回はね、やっぱり有力馬の乗り役さんたちもね、鶴井天竜っていうことを頭に入れて乗る分、前走と同様のレースができるのかなっていうだけですね。鶴井天竜としては、まあ、ちょっと目標にされる感じにはなる、やっぱり先に来た馬なんでね、うん、はい、でその生駒さんは本命は北勝ディープに行ったと、うん、端コースですね。まあ前走端コース走ってね、はい、楽勝してるんで、うん、端コースは心配ないと思います。で、菊花賞が3着だったんですよ、うん、やっぱりこの馬もねダービーに向けて逆算して使い出してきたんで、ここが目標で、やっぱり菊花賞よりも体調の上積みもありますしね、はい、まあ能力考えても逆転してくれるんじゃないかと思って本命しました。なるほど。でその菊花賞で鶴井天竜と北勝ディープの間に挟まった丸見豪快が2人とも対抗なんですけれども、なみちゃんどんな感じの評価でしょうか。はい、丸見豪快は、まあ、鶴井天竜と比べた時に、うん、いや前走端コース1コース入ってたんですけど、まあ、中コース入ったらもしかしたら逆転があるかもしれないなっていうような感じだったんで、はい、なのでもう力考えて普通に対抗を打ちました。生駒、うんうん、はい、さんはどうでしょう。そうですね、この馬も大商店勝って浜那須2着菊花賞2着と、うん、でね、確実に力つけてきてるんですけどね、はい、ただ現時点でまだ北勝ディープの方が上ではないかと僕は思ってるんで、はい、で2番手評価で対抗にしたんですよね、うん、じゃあこの3頭、まあね、上位菊花賞の上位3頭ということになりますけれども、うん、これ以外で何かこう狙いたいところって例えば生駒さんあります？もうねほとんどね、うん、菊花賞の上位5頭だと思うんですよ。で、プレザントウェイはね当時690キロ10キロ軽かったんですよ、この馬だけ菊花賞の時ね、はい、だったらね10キロ重たい中で先着してる北の龍騎が、うん、入ってくんのかなっていう感じで、ただもうこの4頭で硬いのかなと思ってるんでね、うん、はい、穴目っていう感じでも特にね、うん、まあ実績から言えば4番の風神雷電なんですけどね、はい、まあ今季2回、まあ、上のクラスが相手って言ってもちょっとレースぶりもね、うん、パッとしないですし、減らした馬体もまだ完全に戻りきってないんでね、まあ外の4頭で決まるのかなと思ってます、はい、稲本ちゃんはその菊花賞の5着のプレザントウェイと今話し上がった風神雷電印打ってますけれども、はい、風神雷電はやっぱイレネ買ってるんで、はい、いやまあここに向けて調整してると思うんで、はい、何かあればここかな、うん、この馬かなと。プレザントウェイに関してはプレザントウェイに関しては、うん、まあ、前走も買ってずっと好調ですし、はい、うん、で菊花賞も5着に来てますんで、はい、まあ無印ではないなと、うん、なるほど、はい、まあおおよそ、まあ、菊花賞の上位馬と実績ある馬で大体あとは順番がどんな感じかなという感じだと思うんですけども、馬券どう買いましょう。稲本ちゃん鶴井天竜から。鶴井天竜から、はい、頭もう固定で、固定でもう単もう印通りです、はい、6、はい、9、2、
4、はい、馬タン、はい、馬タン、馬タンで、はい、生駒さんはもう9の頭の6、7、8でもうほとんど7と8は抑えでいいと思います。ああもう9、6本線ほぼほぼ9、6で、うん、9、6で、はい、私は今の稲本ちゃんの菊花賞で橋コースだった分だと思うんでっていう丸見豪快にちょっと興味そそられたんで丸見豪快から、うん、名前が上がったところかな。まあ、鶴居天竜と北勝ディープ、うん、2点にしようかなと思います。それでですね、競馬ブック TM トークなんですけれども、万円編はまあちょっと大人の事情がございまして、今回で年内の、放送は今回が最後となりますので、ただですね、万円のスケジュール、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、実は年末年始の方が盛り上がっております。11月、12月の29日のヤングチャンピオンシップから1月2日の帯広記念、そして1月3日の天馬賞と G1 が最後2つ続きますが、ちょっとこれに関してはですね、ちょっと動画撮影できなくなっておりますので、今のうちに、出走馬は大体分かっておりますので、稲本ちゃんの方から、これっていう馬を挙げてください。はいどうぞ。どん、まずはヤングチャンピオンシップから。はい、ヤングチャンピオンシップ G1、はい、G1、 はい、はい、いやもうこの馬欠点がないというか、うん、花も走るし障害も上手やし、うん、決め手もあって、はい、はい、なのでもうこの馬にします。はい、で続きまして年明け一発目帯広記念、帯広記念、藤大ビクトリー、はい、まあ、よく名前が上がる。そうですね、もう小馬重賞というか、うん、中ならもうほんで金量も重賞の高重量戦なら藤大ビクトリーかなと、はい、かなと、はい、そして最後天馬賞。はい、天馬賞はもう、まあ、世代なので、そうですね、世代重賞なので、うん、もうこの馬って決めてるので、ね、ヘスにしかなりようがないかな、はい、もう紐探しというか、はい、わ、はい、かりました。で、ね、生駒さんはここの3つに関してはこんな感じ。そこから出てくるこんな感じ、はい、まあウィンクしたね、ご覧の通りという感じなんですけども、天馬賞は戦国ヘスだけというか、それはもう相手としてという感じかな。いや、もし逆転があればあるかも、いい判断あるかもしれない、はい、もうね、指名まだ予想全く先なんでね、はい、まあ、もうちょっと、まあ、そうで考えて、まあ、いろいろ聞いて、はい、もしかしたら戦国エースじゃなくてこっち本命にしようかなと思ってるんで、はい、まあ、逆転があればこの馬かなと、はい、この年末の時間でこうじっくり考えた結果は、競馬ブックのこの、この、ね、コンビニでコンビニの出来上がりを待ってたんです、はい、こちらで、ああ、そうか、こっちにしたのかというのをですね、うん、ご覧いただければと思います、はい、ということなんですが、まあ、万栄ダービー12月25日ですので、まあ、正確なんで有馬記念もちょっと考えてみましょうということなんですけれども、はい、はい、稲本ちゃんも書いてあるのね、これ、ね、何にしたんですか、はい、いやもう中央の予想するなんて生意気なんで競馬はね、誰が何やったっていいんですね。なんで、はい、パッと見て、はい、里のダイヤモンドっていう名前が、はい、すごいいい名前やなと思って、私あの里子なんですよ、はい、なんで、うん、はい、里子ダイヤモンド、隣の枠に里のノブレスいますけど、そっちはいらないの同じことを言わはずそれはだってそうでしょ。じゃあほんで里のノブレスのノーと、はい、ノーと礼を抜いたら里子ブスになるあー、なるほどね、それはちょっと嫌だった、うん、もうそれは絶対嫌だったので、まさかそこまで準備してあるとは思いませんで、それで一回喧嘩したんですよ。そんなことで喧嘩したの、はい、わかりました、里のダイヤモンドから、はい、ね、はい、これも、はい、はい、頭、はい、はい、いろいろと。生駒さんは、うーん、マリアライト、マリアライト、また渋いとこ行きましたね。いやもうね、馬名がね、はい、とも馬名で、はい、成功の意志と呼ばれるパワーストーン名でね、まあ、書いてたんでね、お母さんの名前がね、そういう方法の名前なんで、兄弟みんな大体こんな感じの名前ですね、石の名前なんで、石の名前、いや成功したいなと思って、おうそういう思いを込めて、ね、やっぱりマリアライトって馬のね、馬券を取ったら成功できるのかなと、うん、で買ってみたいなと思いました。わ、はい、かりました。これ橋コースとかってフリーですか、やっぱね、中山の 2500m はスタートしてすぐコーナーなんで、はいはい、基本的には外枠はフリーだと思うんですけど、はい、マリアライトに関して言うと結構飛びが大きいんでね、うん、フットワークが大きいんで、中で窮屈な競馬させられるよりは外伸び伸び走れた方がいいとは思うんで、うん、去年も4着だったんですけど、同じ枠なんですよ、
で宝塚記念も同じ16番枠、一番外の枠でこの馬勝ってるんで、海老名ジョッキー牝馬乗った時外枠の方が強いんですよ。そういうのあるんですね。当たったな、これはね、これ来たな。牝馬でね9勝かな、11番9勝か8勝かしてるけど、6勝8枠なんで、ピンク棒なんで、もう帰っていいんじゃないかなと思うんですけどね、この枠は。もっとじゃあ印ついてもいいかもしれない。他が強い。ああそうなの。今年はいいメンバーなんで、割とどこからでもいけるんですけど、でも去年4着っていう、去年4着で今年宝塚勝ってるっていう馬としては、かなり人気が落ちてるというか、バランスが、実績の割にバランスね、人気ないんで、いいとこかも。しないですね。穴になるんですか。穴になるね、幸運の幸運の印の付け方だったら穴になるかな。どこから行ってもちょっと面白い感じに。有馬記念ってその16番とかが勝ってる。勝ったことないです。あ、ないんですか。初やな。初、今までの60回の歴史の中で16番から勝ち馬出たことがありません、うん、10番台は結構それよりうちだったらあるんで、あんまり16と揃うことがそこそこそんなになくって、うん、なんだけど16番枠はやっぱ勝ったことないので、うん、まあ、基本的には不利な枠なんですけど、この馬に関してはそこまでではないかなという気が、うん、マリアかなってなりますよね。マリア様、マリア様、聖なる夜、夜、夜なんか。そうやね、そう、うん、クリスマスだし、うんうん、あ、いいっすね、うん、いいと思う。軽く言ってたぐだぐだですけれども、はい、はい、というわけで有馬記念を皆さん楽しんだ後は晩英でも、楽しんでいただければと思います。発送は夜の7時5分19時5分となっております。いつも通りまたコンビニの、まぶしコピー機で取り出していただいてレースをご覧いただければと思います。今年も1年ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。